クルミット。よし、頑張るぞ。わお。無理だよね。わかってる。はい。ちょっと怪しまれてますよ我々。クルー勝たせたの。信じられん。ないもん。信じられん。絶妙なクソボが。ね、絶妙なクソボでしたね。いや、しっかりクソボですよ。エレキの構造やばいっすよ。行きたくねえな。勝ちだけの人はマジできつい。うん。もう一回行かなきゃいけない。え、キッチンから行ったら楽？キッチンから行ったら楽？いや、キッチンからもしんどいっす。診察は？診察は楽。梅犬、伊豆系。よいしょ。本当はめちゃくちゃミーティングに行きたい。あの、皆さん見えてましたよ。え、俺ですか？はい。あ、すみません、メイヤさんの現行犯です。場所は K さんと思いますよ。場所は武器庫の上の銃を伊豆さんとがしまっているときに、しまい終わったらメイヤさんが切って走り去っていきました。なんでタスク中に切ってそのまま、え、なんで死体がっていうのをやろうとしたんだろうなと思います。いや、僕は切る意味がないかなって。切るんだったら K さん切りません。僕がインポスターの場合、さっきあんだけやられてるんだから。それは知らないよ。知らないよ。一応ちょっと発言するんですが、ハイブリシェリフです。で、コミュサボになったタイミングで梅犬、伊豆、K 三人でコミュサボの方というか武器庫の方に展望デッキが出ていくのを見てるんで。梅犬さんもいたんだ。うん。サイコビが梅犬やったんで、多分コミュサボの方には梅犬が行ってるから、多分コミュサボでキルされてると思う。その場合、K さんもやっぱ怪しくなりません？伊豆系梅の3人でいたんでしょ？メイヤさんだって怪しいから、これは。一緒一緒一緒。坂の最終位置どこ？エレクトリカル。何番？2番。今回構造がね、5がね、隔離されてる状態だから、めっちゃ、U の字ルートだ。うん。あ、ごめん、先、進行としては、ごめん、K 君とメイヤ君でロラしようとは思ってる。はい、いいと思います。まあ、レポートしてるケースの印象はどうしてもいいですけどね。またサコどこの石油ではテープタスクやってて、エレキに戻って7番ですよ。で、僕が貨物ターン巻きで覚えゲーバイタルでダウンロードもしてて、戻ってってアーカイブでレポート連打してるところで終わり。7番だったら俺対抗だな、多分。アルマ君と？いや、僕はアーカイブだからエレキじゃないですか。またサコじゃん。え、あれはどういうルートでアーカイブ行ったんだっけ？貨物、バイタル、貨物、ラウンジ、アーカイブ。ああ、で、貨物で配電盤待機してる時間もあります、僕は。俺7番です、ちなみに。僕はミーティングです。で、宿舎前の扉、次は空いてる人を確認してください。下だけしまったはずです。パタサコ経路、どういう経路？エレキに行って、もう一回やらなきゃいけなかったから、上げを。上げ上げをしに行って、テープタスクを石油でやって、終えて、エレキに戻って終わり。メインエレキ、石油エレキだと。コミサボ中なんで、計算までローラーお願いします。エンジンメインエレキ。エンジンメインエレキ、石油エレキ。アハタは完全太鼓でいいですよ。これ7番だから。はい。貨物機。貨物？はい。貨物ダウンロード。ナイス。はい、今直しました、コミサボ。
はい。ゲンダでどっから入りましたか、モス。エレキの上げ上げからのバイタル貨物移動です。で、まあ、ドアは両方開けてます。でも完全に一人で浮いてるんで、まあ、白は取れんだろうなと言いつつ発言しました。ゲンさんって今日宿舎湧きですか？はい。多分ドア見てもらえたと思うんですけど。ああ、どうだったっけ？左右開いてませんでした。あ、でも開いてました、開いてました。下が飛び出しました。パンパンに詰まってはなかったです。はい。うん、下からの場合ってでもエレキ通るから。ゲンさんって、ね、高田さんとすれ違わないかな。高坂とすれ違わないですか。俺はさ、ね、魚覚えてると思うけど、うん、アーカイブで魚高田が一回交差して、俺はランジの配線、シャワーの配線やって、最後エレキに下って7番で終わってる。畑坂さん覚えてらっしゃるとありがたいんですけど、私が上げ上げ行ったタイミングで畑坂さんおられたんですよ。はいはい、いましたいました。そう。で、あの後私は、バイタル貨物という移動しています。エレキの上げ上げをやってから石油のビデオテープってことか。畑坂さん。そうそうそう。そうです。ああ、そういうことか。貨物方面に畑坂さんは来られてないですね。はい。うん、だから下ルートだったら高田さんがいそうだなと思ったけど。なんか、小湯に届きそうな人が。あと、てか高畑はとりあえず絶対に対抗です。別に俺陣外で見てもらってもいいから、あの7番にいるんだから 100% 見る俺が、うん、あの絶対に7番だから俺が最初。高田健士はねキル難しいと思うけどね。キル自体はできなくても、まあ、マットがあるから嫌だなと思ってて、誰がキル位置やろうなと思ってたけど、ハイウェイさんがそのどっちを決めるつかじゃないですか。名系と高畑全部ロラーはできないから。そうだね、どっか一応できるか。打つか。7から。いや、マットが混ざったら、きつくない？多分きつい。負け確にはなんないですけどね。A メイヤーはインポスター格だから、うん、あの、打つんだったら多分マット混ざってる可能性ある方打った方がいいと思いますよ。あ、もちろんもちろん。K 君までは釣り切りの、ここでその次誰か打つか。だから高田健士とかはマットだった方がいい。俺になるの？そこ放置して、なんか、なんだろう。梅健さんキルできた人。詰めればいいんじゃないですか話を。いや、それを話してるんだけど、みんな右の話をしてるから。いや、じゃない別にこの辺の人たち浮いてるから別にできるよ。そうそうそう、全員名研究、あのできない人たちの話じゃないよこれ、うんうんうん、私はスキップ入れてますが、多分高坂畑源全員できると思うよ。後ろ振り向いたら伊豆さんの死体がっていうリアクションを求めたキルだと思う。むずい。ナイス。あ、ハイブリッドさんか。うん。とりあえず停電を貨物で直しました。え、マットじゃない、マットですらないです。伊豆さんってあの武器庫あたり死んでるんでよね、ケイ君がリポートしてるから、うん、だからそのキルに関しては名屋ケイで、で梅ケンが仮装した位置がどこなんだっけ、ハイブリッドさん。コミュサボだと思う。コミュサボ、コミュサボが鳴ってるタイミングで、うん、展望デッキから伊豆ケイ梅が出ていったのよ。はいはいはい、はい、その伊豆家梅3人が出ていってるので、うん、3人とも上の方行っている、武器庫の方に行っている。で伊豆家が武器庫でタスクをしていて、明夜くんがその2人しか見てないから、あの死体含めてね、ないから、おそらく明夜家の中に1インポスターで、梅家の方が小見さんを直しに行ってると思う、ね、あもう治ってたんでしたっけ、あの探偵。治ってない、治ってないからローラーでした。治ってないですよね、うん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 、で今回剣士が停電直したのが、誰か見てる？見てないけど、展望の扉は閉まってました。うん、なんで貨物で直した。ハイブリさんってちなみに今どうしたいか伺っていい？乗っ取りかどうかケアしたいから。俺は今だったら畑底くんエンジン呼び出し切る。うん。うん。剣士が直してるのがあるから、あるんやったらそれが、うん、証明できるかどうかのその周りの意見を聞きたいから。うん、今それを聞いてた。ちなみに現です。私は畑底さんが2キルの時エレキの上げ上げにいるのを見てるんですね。のであそこから左の米サボ付近まで飛ぶのはかなり難しいと思ってるので、畑底さんはマットの方が濃いかなとは思っています、うんうんうん、まあ、客観そっかな、でも全視点そっか、うん、マットっぽいと思ってる。高田健士目線って魚のインポスターってどれぐらい濃度がある？普通にあると思ってる。あるんだ、マジ。だってアーカイブとラウンジの入り口ですれ違ってんじゃん、うん、配線してでシャワー配線してエレキ下って7番で終わりだから、魚は普通に別に小見さんも歩けちゃうから、
畑迫くんエンジン来てもらって切ります。俺が死んだら畑迫くん死ろうで、話進めてもらえれば。だから僕高田さん釣りますよ、うん、だからなんか僕に切るじゃなくて投票の方が良くないですか。切るもったいなくないですか。切るでいい。切るで畑さんが無事なら高田さんを釣れると思うので、隠しろが増えた方がいい。じゃあスキップでいいのね、うん、切り合い。私ボタン残ってるんで一応ボタンいきますね。マットだったら逃げる可能性もあるんで、多分ね結構マットで置かれてるから切りを選択されてる気がする。うん、お、扉も何もない。切り選択で魚が容疑者位置に入る。畑坂君が白だったら高田健士が対抗打ちので対抗で切る。インポスター角だから。ないな。はい。ね、30秒以上経ちましたね。うん、来てなかった、ね。来てなかった。うん。から畑坂軍人外確定で剣士白にして、他で切れる位置。源さんから畑坂も切るはできないって言ってるよね。はい。一応高田さん白浮きはまだちょっと怖いかなとは。まあ一応ね。ああなるほどね。マッチョ全然マッチョだから。うん。まあでも、うん、ハイブリさんが持ってかれなければどこ持ってってもアドだと思うんですよね。そうはそう、まあ、軽グレイジ分かる。グレイジめちゃくちゃ多いから分かる。結構どこ持ってってもできる。そうそうね、今だったら言うて僕も浮いてるっちゃ浮いてるんで。そうそうね、確かに。そうね、誰持ってっても結構アドはアドだな。なんか議論的には魚をちょっと疑ってはいるんだけど、そこまで自信がないので。ああ、障害めちゃくちゃできる。エレクトリカルの構造をあの日に俺が言うのはあそこに通ってなければ言えない。だから俺がインポスターだった場合はエレクトリカルに一回降りてその構造を把握した上で、コミサボに向かってることになるから。ああ、それは間に合わない。ちなみにそれは俺から否定できる。なるほどね。で俺は貨物分けなのね、うん、ハイブリさんが知ってると思うんだけど、うん、イズハイブリでその前日の日に湧いていて貨物の健康タスクやってるから俺がエレクトリカルに行く未来がない。しかもなおかつイズさんが死んでるんだけど停電読みをして停電配電前に待機してるのがイズ俺だから、俺が停電に行く、あ、じゃあエレクトリカルに行く構図があの日しかない。だエレキの構造が、ね、そうね、ビタ当てだったら確かに魚は無理だね。時間的に俺の視点は届かない。アルマ君が言ってたけどややこしいって言ってただけで場所まで言ってないもんね。アルマ君は、はい、俺が U の字だと宣言しているのでってなると、うん、うん、無理そう。魚も難しそうなのか。一回エレキ通過してからは絶対間に合わない、俺の視点からだと。むずこれ。畑坂君釣って誰持ってくんだろうな。楽しみだな。一旦道連れ見る。一旦道連れ見る。見たい。これでハイブリさんもハイブリだったらマジで最悪。超有能黒猫の。今石に、竹ある坂がいて、うん、僕が停電直しました。うん。オッケー。なんかカメラ見ていなかったんで。まあ。モニキも普通にあるんだよな、インポスター。まああるわ。あれモニキどこだったっけ？僕ミーティングボタン待機みたいな。え、竹田さんミーティングだったの？うん。うん、どこおられました？え、ミーティングです。え、じゃあ、あれっすよ、キルが入ってたんですよ。あ、キルが入ってるやつで。ミーティング入ってた。今じゃなくてね。はい、ああ、いいなの気持ちを込めて入れました。ね、やめてくれ。はい、生きてます。見てるよ。お、アルマだ。アルマ君。おお、いい、いいね。いい。割りかしあるかなと思ってたから。ありがてえ。剣士の視点で魚が難しそう。てか全体視点で魚が難しそうでいいのか。じゃあ、さっきの構造のやつが言えるから。合ってたよね。合ってたっけ？俺今エルキと合ってるか。合ってる。竹源、高田さん外すんだったら竹源、竹
ゲゲンか。これシュラピーいりますよね。私がシュラピーするのなら、うん、キルの時の直接的な話はないが、ハタサコさんを撃つっていうタームがあったと思うんですけど、うん、あの時に私はハタサコさん待ったの可能性あるんで、うん、私もミーティングいますねって感じでいて、自分の位置を最初から固定するムーブを取ってることですかね。あれにすることでハタサコさんが黒の可能性も全然ある世界線じゃないですか。蹴られる前までは、釣られる前までは、ね、うん、その段階で私があれを言うメリットが人外ではないっていうのは提出します。ほうっていうんであれば、僕も全然白アピアって、あのターンに停電直したのが僕で、うん、だったらあの好き放題させた方がいいじゃないですか。ダサコわざわざ停電直してケンさんがボタンいるっていうのに従ってボタンを押させたっていうのがね、白要素だと思いますけど、うん、石油から行ってるんでエンジンベントとか使えるんで、うん、全然、まあ、自分で話振っといてあれですが、席に3人ぐらい固まってたんですよね。だからまあ武雄さんが黒だった場合でも切りに切れなかった状況下ではあるとは思います。ああ、まあそれはそうですかね。そうよね、うん、まあ、それは源さんにも同じことが言えるんじゃない。ただ私の場合は自発的に行ったっていう点は評価してください。ああ、でもいや僕も自発的に手で直しに行ってるからなんかね、どっちも響かないんだよな。いやだって釣った方が得じゃん。で、うん、手で直して源さんにボタンを押させて釣る方も得だし、源さんもボタンを押して釣った方が得だから、そうなんですよ、両方のインポスターの時ってなんだよな。クルーでもまあそうする、うん、そうなのよ。そうだ、だから分かんないんだよな。あんま要素ならんな今の。どっちだと思う。ガチで分かんないこれ。いや、坂本健さん一旦外そう。で、鬼木と源さん。竹源釣り切りで勝てるっていうなったら全然大丈夫ですけど。ここで切りダメですか？ここで切り。まあそれもありだと思う。いいじゃん。切りでも確かに。確かに。どっちが来る？高坂もう白弾決め打ちですよね、うん。だったら大丈夫ですけど。どっち俺源さん。じゃあ源さん行きましょうか。オッケーです。高田健者微妙じゃないと思うけど、まあ。じゃあエンジン行きます。はい。遠い。ゲンさん白っぽいな。でも切るけど。おお、自爆だ。はい。ハイブリさんは爆死しました。爆死しました。で直しました。え、あてた、見てたんだ。高坂弾くという名目でした。今日です。ちなみにハイブリさんと私両方貨物脇でエンジンまで一緒に走ってきたので、まあ爆死は本当だと思ってほしいです。見てない方にも。僕は現場にすらいませんでした。いたら紛らわしいと思ったんで。いや、まあ、どちらにしろあれだよ、クルーがどっちかに絶対いるから、高田健志源さんの証言があの自爆したっていう証言だったらもうそれは正でいいから、うん、ということは源さんが自爆してるんであれば僕しては高田さんしかなくなります、ね、まあそうね、そうですね、まあ俺入れるしかないから入れちゃったけど、魚ケアしなくてまあいいよな。まあ今更無理だな。停電が治ってるから、そう、停電が治っても俺が、うんうん、まあそうか、今更追うのは無理だ、うん、前日からもう高坂もう多分もう弾くって言ったら、まあ外すって言ってたからちょっとね、源さんここでブレるとね、なんか死んだハイブリさんの分までって考えてもう武雄さんにしか入れなくなっちゃうな私は。入れます。高田氏がね、まあ、一応ああもうダメか、まあ弾けない理由はねいろいろあるんだけど、でも魚高源が武雄に入れた状態はもう魚は入れるしかないから、うん、俺がインポスターだったら勝ちだ。そう、高田さん陣がもう前日からそうね、魚無理だと思うけど、あ、まあ俺はこの時点でもうクルーだから、そうだよね、もうクルーを起きします、うん、まあ投票しちゃってるからだけど、うん、でもこれはまあ僕視点は高田さんになるんだけど、高田畑底で殴り合って畑底から釣らせるっていう、あ、全然あると思う。だから畑底が内通住んでいた場合において対立で畑底、うん、まあ、まあ、一滴になってるのがね、畑底がマットメイトだった場合とって、うん、高田健志と違うなすぎ宝っていうのがあるんだけど、まあいかん、しょうがない、スキップもあるけど、なんか、でも、そこめぐりしちゃうから、ごめんね、入れちゃう。まあ、しょうがないね、これ。もう2票集まってる時点で。
まあしょうがないね。なんかまあこの段階で高田健二がまだ俺を追うんだったらインポスターっぽいなと思っちゃうんだけど、ちょっとこの感じになるとシェリフコファクで僕の主張は通らなくなるんでしゃあないね、うん、おーぜー、すいませんおにぎり伊豆さん切ったらケイさんが出てきたわなるほど、出てきたんだ、生まれた。ご両親から髪切り通したろうと思ったら。いや、それ、もうね、家がでかいのがあるよね、これ。でかいと。雲とストラキャルでやってんのによ。いや、マジで、アルマくん道連れがめっちゃ助かった。いや、めちゃくちゃでかい、あれ。ガチであってかい。割と中途半端な位置でしたからね。うん、あるなと思ってたから、アルマ。ちっちゃい、行きますかね。はい、よろしくお願いします。はい、行きます。